こういった二段ケージが便利だと思います。扉はこうやって開け閉めできます。下には赤ちゃん用のトイレ、猫砂の下、これすのこ用なんですけど、すのこ用の、あの固まらない砂に、下にペットシーツを敷いて、おしっこは吸収して、うんちは砂の上にするので、うんちをしたら取り去ります。で、2階までちょっと高さがあるので、段ボールを1、2、3段敷いてやってます。こっからは飛び乗れるようです。で、ご飯とお水、ご飯は子猫用のカリカリを与えてます。あんまり味のしない着色料のついてないのをやってます。動物性タンパクの多い方がいいです。と、寝床、タオルを敷いてやっております。はい、こういうケージがあると、ワンちゃん飼ってらっしゃる方も、避難も猫ちゃんしたい時があると思うので、こういうのがあると便利ですね。ね、いってて。で、寒さ対策用にはこういったナイロンをかぶせたりしてます。ね、以上でございます。